ふう。やあ、元気？元気なわけねえが、試合が近くなってきて、なまら緊張してんじゃねえか？あ、そんなことよりも、これ見てくれよ。おかしくねえか、このバラ。おかしいよな。だってよ、綺麗なバラにはトゲがあるんだぜ。だけどこのバラにはどこにもトゲがねえんだよ。だからおかしいって言ってんだよ。なあ、このバラは偽物だぜ。トゲがねえからよ、俺の体にバラがいくつ入ってると思う？タトゥーで3秒あるから答えてみな。3、2、1、0。俺の体には頭からつま先までバラ全部8個入ってんだよ。なあ、覚えといて損はねえぞ。だけど偽物は嫌いだよ。なあ、だから本物の殴り合いをしようや、サップ。なあ、お願いしますって。あん時はよ、あんたのことよく知らなかったんだけど、あんた強えわ。あんたすげえ強えよ。だからよ、もしかしたら俺のこの願いも叶うんじゃねえかな。なあ、サップ。11月23日、埼玉スーパーアリーナで、俺のこと KO してくださいよ。お願いだから。あなただったらできますよ。だって、大阪のレジェンドだから。そうでしょ？俺はね、納得いかないんですよ。納得いかねえな。腹の奥底から納得いってねえんですわ。あのよ、正直者がバカを見る世の中ってのが一番嫌いなんだよ。わかるかな、サップ。あんたは男気があって正直者ですわ。一方俺はチャランポランでどうしようもなくて、叩けば埃どころか何でもかんでも落ちてきますわ。ふざけたことをやって茶番劇を繰り広げては日本の裏側まで逃げちゃうんだから、ふざけてますわな。なのによ、なんだ、ちょっと複数人にペチ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 やられただけで俺がスターになってるじゃないですか。これどういうことなんだかさっぱりわからないね。日本人の考えることっていうのはさ、だってそうじゃねえかよ。なあ、やらへんかって男の申し出に対して俺がいきなり吹っ飛ばしたんだぜ。なあ、そしたらよ、周りのワンちゃんたちが怒るのも当然だよな。わかるよ。ブラジルで他の犬がワン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 言ってると、ワンちゃんのマキシがよ、ワン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 って怒ってくれたんだよ。なあ、それと一緒だろ。
でもマキシはよ、俺といる時はいいんだけど、俺といない時はさ、そのワンちゃんから逃げちまうんだよ。怖えんだろうな、飼い主がいねえと。一緒だろそれと。多分一緒だと思うんだよな。だからよ、何にも間違ってねえんだよ大阪は。これを聞いてる視聴者のみんなもさ、今一度考え直してほしいよ。俺は気持ち悪いんだよな、気持ち悪い。だってよ、散々みんな俺から離れてって言いたい放題好き勝手言ってくれてなあ。それなのによ、ちょっとワンちゃんに吠えられたぐらいでみんな手のひら返してきたんだよ。おかしいよ、これは間違ってるよ。だからよ、ぜひともあなたのようなレジェンドの方に4000人の前で KO してほしいんですよ、俺のことを。カツーンってね、バターンって。そうしたらすげえ気持ちいいんだろなあ。俺一対一の戦いでダウンしたことねえからさ、味わってみてえよな。そのバージンの相手があなたのようなレジェンドだったら感無量ですわ。ザップ、あなたに KO していただければ感無量ですわ。だから今回はもしかしたら少し心配してるかもしんない。俺が会場に来ないんじゃないかって。でも平気だよ、まあ、大丈夫だって。一回しか言わねえぞサップ。俺は逃げも隠れもしねえよ。11月23日ぜひともお願いだから。